これうまいな、絶対これうめえんだよ、うん、うまいよ、グラノーラ。なに、マジで。あ、いいんですか、何があったか話して。いや一昨日ぐらいなんですけど、なんか普通に夜ちょっと暗くする俺らがさ、大阪でいなかったのよ、この日。ガチなやつでしょ。ガチなやつです。まず、ね、こういう意味わかんない、嘘つかないからね。そうそう、それもね、何人も見てるの知ってるからね、嘘はつかないはずだからね。いや、一昨日の夜なんですけど、一昨日ですかね、なんか普通に寝てたんですよ、うん、で、普通に寝てて、うん、マンズの部屋は下だよ、1階、ね、1階の和室なんですけど、寝る前だったら2階だもんね。で、なんか携帯ちょっといじりながら、うん、うっとうっとしてたら、すごい赤ちゃんの声が聞こえてきて。しかも赤ちゃん、赤ちゃんどっから、あの、わかんないんですよ、このいろんな方法が流れてきて怖っ。で、赤ちゃんの声ってどういう声なの？おぎゃーみたいな。そんな赤ちゃん、おぎゃーって泣いてんだ。はい、夜泣きみたいなとこ、はい、で、一人だと思うじゃないですか、5人ぐらいいろんな方法から、はい、なんかもううわ、ゾッとするわ。で、最初猫かなと思ったんですよ、さすがに。さすがにな。で、障子開けたんですよ。やばくないこいつ、超勇気。だからもう、知らないと怖すぎたんだろ、はい、理由がな、わかんないの。猫でしょ、猫でしょってことは開けたんでしょ、さすがに。障子開けたんですよ、何もいないんですよ。え、まだ声はするの？します。やばこれは本当ってのが分かるから怖いよね、より。まあな、リアルな感じじゃない。この家怖いじゃん、基本的に、はい、その夜とかになると特にさ、はい、そういうことあったらもう無理だよね出たって思う出たなって、ついにな。そうなんですよ、勇気出して。マンスーさんがいたんですよ、うん、2階にちょうど、うん、で、駆け込もうと思って部屋出たらでもこうやって言うもんね。うわもういやでも外だったんで、多分あ家の中は大丈夫だと思って、はい、あ、そうなんで、マンスーさんの部屋にもうダッシュで逃げ込もうと思って、うん、行ったんですよ、そのマンスーさんの部屋のドアの前まで。で、さすがにこの年になって確かにな、ダセーなって思ってそれやんぞ俺、危ないなって、はい、冷静になってダサすぎる、俺何しようとしてんだって待てよって思って自分の部屋に戻ってたんですよ、うん、でも聞こえるんですよああ、そっちだよな、はい、一方その頃聞こえるんだ、一方その頃聞こえるんですけど、葛藤しながら寝たんです。寝たんかい寝れたんかい。今後さ、そういうことあった瞬間にカメラ回そっか。何かしらやっぱおかしいから、この家、うん、それはあるんですね、やっぱりね。マンズももう携帯でもいいから、はい、泣き声聞こえたんだろう、はい、iPhone なんで撮影しないのって。そうだ、俺は思うよ。嘘なんじゃないかなって、映りたいから。いや違います、映りたいだろ、映りたいんだろ、本当に。いや違いますって、動画に映り出たい、映りたいから考えたんだろ。考えたでしょ。いや考えられない。何が怖いかって言って、まあ女性とかだと三つ目さんもだから赤ちゃんだったらいけんじゃないかなって思ったでしょ。違いますって、実際起きてるんですってそれを収めたやつに賞金出そうか。あ、そうしよう。本人と声で1万でしょ、うん、はい、1万円で声とか、うん、リアルなちょっとこれヤバいんじゃねっていうのは5000円にしようか。そうだね、マックス100万、100万じゃない、マックス1万めちゃくちゃ跳ね上がるじゃんどんぐらい引きずられたとか、引きずられてかつ手形ついたみたいな、噛まれたとかねいや、それちょっと本人ここに呼んだらあ、そうじゃ、ここにマジの本人、コラボ動画もういるかもしれないね、ここにもパッて。いやですよマジで静かになるのやめて、マジで静かになるじゃん知らないもんな俺らはいでした、はい、はい、サブチャンネルでした、ありがとうございました。で、しかも
こいつその窓開けた時のにこう開けたまんま鍵閉めてなかったの。普通じゃん。普通に。でこの前俺が夜家帰ってきてみんな寝ててピンポン誰も気づかなくて鍵忘れて普通にマンズの部屋をダメ元で開けたら開いて死ぬほど死ぬほどビビってた。いやそりゃそうですよ。うわーって出たーって言ってなんか自分の部屋から逃げ出してたんです。それこそマンズの部屋に何してんの。だって寝てるのに窓がもそもそ動くんだ。いや、いたんだ。俺がこれどうって。閉めてたはずなんだろ。、はい、自分の中では自分の中では多分閉めてたなって思ったんですけど、ガタガタガタって開いて「開けろ鍵」って俺が言ってな。殺されるな。そういう霊もいるからな。殺す霊も。殺しに来るね。じゃあ富永さんで、まあ、どっちみち驚いたんですけど、どっちみち殺されるしな。なんで玄関から入んないんだってことだもんな。